では早速このキャラたちを見てみましょうか。ナルトの忍術は分身螺旋連眼総連撃クラマ美獣玉となっております。分身螺旋連眼を見てみましょう。分身したナルトが敵に触れると螺旋眼を放ちます。3人のナルトが現れて敵に向かっていくのでかなり広範囲な忍術となってますね。総連撃見てみましょう。陸道仙人モードになってチャクラの腕で敵をなぎ払って攻撃、周囲の敵を一掃できて使い勝手のいい術ですね。クラマ美獣玉を見てみましょう。キュービチャクラをもとい美獣玉で敵を攻撃、広範囲に爆発ダメージを与えることができるので敵に囲まれても切り抜けられますね。あの終末の谷の戦いにふさわしいクラマの力もそして己の力も発揮する、まさに最終決戦のナルトですね。ナルトの奥義の陸道超大玉螺旋手裏剣を見てみましょう。超大玉螺旋手裏剣を投げ広範囲に超特大ダメージを与えます。見ましたか今の迫力。この奥義の追加効果はぜひ皆さんの目で確かめてみてくださいね。続いてサスケを見てみましょう。サスケの忍術は炎遁炎雷槌、火遁豪華球の術炎、スサノオチドリ炎となっております。炎遁炎雷槌を見てみましょう。万象転移で敵を引き寄せて黒煙の槍でダメージを与えます。遠くにいる敵を一斉に引き寄せることが可能なので他の術と合わせて使用すると強力ですね。火遁豪華球の術炎を見てみましょう。巨大な火の玉を放ち周囲にダメージを与えます。火の玉が着弾した場所はダメージエリアとして一定時間登り続けるので敵を妨害するのに最適ですね。スサノオチドリ炎を見てみましょう。スサノオから放たれるチドリで敵を攻撃します。前方に移動しながら放たれるチドリは強力で敵を一掃することが可能ですね。サスケの奥義はインドラの矢です。インドラの矢を見てみましょう。インドラの矢を放ち広範囲に超特大ダメージを与えます。迫力だけでなく強さも兼ね備えている奥義となりますのでぜひ皆さんも入手して使ってみてください。